さあ毎日2時台最初はザ・ゲストショーです。本日のゲストこちらのお二人です。どうも銀シャリの橋本です。うなぎです。お願いします。よろしくお願いします。西川のりおってどうやったら倒せるのかな。ちょっと下に昨日ねのりお師匠来て、いやそうですよね、ニュースになってました。話さ審査しなくていいって、ね、あのそれで昨日はまあ本人の目の前だったし、熱量すごいでしょ。熱量すごかった。今一日考えた時なんか倒したくなってきて、いやそれは簡単です。え、簡単なの。結構強めのツッコミまず一発当てといて、うん、首締めたら、首締めたら、はい、大丈夫です。首なんかしね、太いじゃん。首締める、はい、たまに漫才中首締めてるんだ、お互いが。そういうノリがあるんですよ。ノリがあるんで。ツッコミの一環でできる、はい。お互い両方首締め合うっていう、あの、オチの漫才が向けてた。そういうのがあるので、締めていいんですよ。締めたら、花田さんも多分ノリを一緒に首を締め返されて、お互いみたいなのになると思う。どっちかみたいな。どっちか、両方とも締め合えば。その前にだって、気絶しちゃうかもしれないで俺、まあ、まあまあ先にやられそうだよね、はい、気絶する前に気絶さすってさすってじゃあもう終わりますんで話は。これね手長いから有利かもしれない。リーチで、そうですね、リーチでこれも簡単なんで首締めたらもう終わるんで。ありがとう。僕ら大体ノリオ師匠の後なんですよ、 NGK 出番、そうなんだ。そうなんですよ、ノリオ師匠の後なんですよ。後なの、逆じゃなくて、後なんです。もう交番用はもうあるんですよ。若手も取りさせていくみたいな、はい、そうなんだ。そうなんです。だからすぐ帰りますからね、舞台袖からもう。そうです。NGK が2回なんです、舞台が。で、楽屋3回なんですよ。もう2回、もうそのままセカンドバッグ持ってて、二人とも2階のまま履けてきました。そのまま出ます。楽屋寄らないの？寄らないです。寄らないです。着替えは？もうそのまま行きます。うん、もうあんまりなんだ、あの、衣装兼みたいなやつ。まあ、おしゃれですからね、もともと。はい、おしゃれだよね。あ、そうなんだ。二人とも、4回出番全部そのまま帰ります。はい。二人とも。二人とも。いや、昼出番の時はご飯ってわかるんですけど、3回目と4回目の合間ってどこ行ってんだろうって。そんなにすぐどっか行かなあかんとか言ってた。いや、二人では行ってないはずです。いや、行ってないはずですね。なんでこんなセカンドバッグを袖まで持ってきやる師匠って。まあ、あの、お弟子さんというか、こう、だから後輩がこう渡して、そうなんです。そのまま。僕らも出番なんですけど、ギリギリまでなんかうなぎってなんかずっと、いや、もう出番なんですよ、次の出番。うなぎ、なんとかでな、いや、ここで雑談無理ですよっていう。舞台袖で雑談無理ですよ、出囃子の間だけ。出囃子の、そうなんですよ。うなぎどこ行くねんって、いや、舞台上で。いや、出番なんで。どこ行くねんって、出番。どこ行くねん、おかしいな。そうなんですよ。うなぎって、ちょっと。いや、うなぎだって、この短時間で雑談無理よっていう。もうええねんとか言うてもまだ言うてきますから。強めのツッコミじゃもう止まんないっす。止まらない。止まんない。首締めるしかないんだ。首締めるしかない。オッケーオッケーオッケー。オッケーじゃない。なんで納得したんですか。オッケーオッケー。ちなみに、まあ、吉尾師匠も、はい、どうしたらいいか。吉尾師匠も。師匠は、まあ、まあ、面識ない。一応でも昨日はね、のりお師匠バーって言った後、これ全部吉尾と一緒に言って、はい。まあ、仲いいですからね。まあ、二人の意見だって。倒さなきゃなって思ってる。ハンバーグを食べに行けばいいです。ハンバーグをよく食べて、吉尾師匠。大体ミキの昴生と吉尾師匠が仲いいんだ。仲いいんだ。基本ハンバーグ。あ、鉄板がなかった。鉄板がなかった。グルでやれば。いやいやまあ、あとギャグ、まあ、吉尾師匠ギャグ好きなんで、まあ、なんかギャグをどっかなんかすれば誘発して、吉尾師匠もギャグやってくるんで、話は終わらせることはできます。だから、ギャグをすると。吉尾師匠もギャグやん。めちゃくちゃやるんですよ。プライベートでめちゃくちゃやります。どういうギャグ？何今の関節を巧みに動かす。なんか、カンカンみたいな。こんなんって大丈夫なんですけど、手を今、肘に左手を当てて、で、ワンテを刺して、はい、ラッキーチェーンみたいな、ジャケンみたいなギャグあるんですよ。そんなギャグあるの？よしよしよし。っていうやつあるんですよ。マジで。これをやれば、自分もやるんで、話は自動的に終わりますね。黙らせることはできます。なんかね、陽気になれば和牛も解散しないんで。無理やり持って。短期あるけど、無理やり持って。本題ですんで、いよいよ本題。無理やり持ってきました。ジョイント部も下手ですね。つなぎ目下手ですね。何にも関係ないです。お二人は、和牛とは、同期ですか？僕らが一期上です。一期上。ただ、あと、和牛の木がかまいたちとか、天竺藤崎とか、すごい。花の26期なんですよね。26期をすぐ売れてたんで、26期でみんなすぐコミック出たんですけど、和牛だけ、その3年ぐらい和牛を、だからいろんなコンビを経て、そうなんだ。26期の3年後に、養成所から3年後に和牛が、なるほど。おそらく結成されてるはずなんで、僕らも25期、ジャルジャル、
とプラスマイナスなんですけど、僕らも初期のコンビじゃなくて、いろんなフラフラしてて3年後に銀シャリなんで、なるほど、だから同期めっちゃ売れてて3年間相方見つからずでめっちゃ似てるんですよ。年子さんもちょうど、そうです、僕が水田と一緒で、うなぎが川西と一緒なんで、そうです、はい、ちょうど一緒、だから思い入れとシンパシーと、もうなんていうんですかね、そので同じ M1 で戦って、はい、もう戦友みたいな感じなんですよ。準優勝もあって衝撃でしたね。ねえ、僕だから昨日あのお風呂で体洗ってたんですけど、同じとこ2回洗ってました。そのことかん、わけわからんすぎて。そっか、はい、もう意識がもうどっか行っちゃって、ね、ほんまなんかなと思って。例える人が俺たちいないよね。だからね、じゃあだからもう予兆がないというか、びっくりしたってこと、びっくりしました、ね、はい、まさかって感じなんだ。速報で入ってきましたよね。速報でしたね。速報だけど、どこっていうか、すべてが速報なんだけど。ニュースだから。いや、そう、見ようとしてなくてもなんか入ってきましたよね、携帯に。見ようとしてないと入ってこない。入ってくるわけね。それもう。トップニュースってくれよ。ああ、そうそうそう。チップかなんか入ってんの？いや、バイブの人に。いや、違います。見ようとしてるから見てんねん。じゃあ、バイブで入ってきたよ。バイブと共に。その設定は知らないけど。知らないよ。バイブと共に。あなたの設定次第ですから。速報バイブレーション設定知らないよ。バイブと共に。ああ、なんかその、こう携帯を、ちらっと見てたら、ああいう、いや、違います。あの、ポケットに入れてたら、バイブがブルブルってしたんで、何かなと思ったら、あ、和牛のニュースだ。いや、それはだから、すべて、速報って、どこに入れたか知らないし、ポケット。見ようとしてなくても、見えてしまう。見えてしまったっていう。トップニュースってことだよね。はい。まあでも、子供の頃、すごい天才だったんだから、振動だけに。振動、バイブレーションと振動。ああ、すいません、ことなのかな。すいません、すいません。こいつの心は一切揺れ動かず。うまい。すいません、うまいね。うまいね。でも、急にうまいことないよ。優勝するコンビがね、急に入るんすか、和牛だけレアだよね、こういう。レアで、レア。和牛だけ。あんだけ鉄板のネタもね。ネタうまい。うまいね。ステーキなやつなんです。ステーキなやつなんです。ステーキなやつ。せっかくコンビとしてね、一望一会というかね。一望レア、たぶん。一望が入ってた、あの美味しい部位が。予想してた。予想してた。すごいね。うまいこと。予想してた、大佐。予想してた。早くない？いや、早くないですよ。そんな淡々とは切れないですよ。淡々！淡々！うまい！本当に早いって予想してる。漫才を重視するかどうか、重視重視あると思うのでね。もうやめましょうこの話は。いや、なっちゃう。それ別にうまくなかった。もうが入ってた。もうが入ってた。ごめん。自分のことを。普通に止めた人です。こいつ寂しいでしょ。寂しい。どうやったら今自分絶対入らんから。こんなにいるのに誰も気づかない。一人詰めない。自分のことの精一杯になるから、これ。すごいな。実力者だし、なんか一緒にライブとかやってなかったのか。やってました、やってましたの。やってたの。なんかラジオのゲストとかも呼んだり、たまにはしてました。お笑いファンの方は、もちろん、大、なんですか、その、分かってらっしゃるんですけど、たまに、昨日ツイッターでね、見てたら、僕らと、和牛が同世代なのと M1 一緒に戦ったのと青い感じがあったんで。青い感じ確かに。たまにそのニュースだけ見て衝撃で混同されてる方が何かいらっしゃってて、銀シャリはいつか優勝できてたと思うのに残念だっていう。あ、僕ら解散してない。あと優勝してる。はい、優勝してる。だから和牛のことやと思ってた。銀シャリはいつか優勝できるコンビだと思ってたのに、こんな形でなんて。そんな人だな。確かにって書いてました。確かに銀シャリは。ってことは、間違えてる人が何人いるって。確かに銀シャリはいつか優勝できたと。和牛と銀シャリは知ってる人が。何が。めちゃだよね。でもお風呂2回同じとこ洗っちゃうぐらい。洗っちゃうぐらい。驚いて。せっかくザ・ W ね、紅生姜が優勝して、僕らチャンピオンで和牛で。牛丼とかね、池で紅生姜も来てるから。ほんと、銀シャリ和牛紅生姜。生姜で。ユニットライブ。ユニットライブ来てたんです。できたわ。ほんとだ。じゃあ、牛系の人探さないとね。誰か。カウカウさんとかね。カオですから。まあ、乳牛の方かもしれませんけど。カウカウさんとかいらっしゃいます。ちょっと違う。ちょっと違うんだ。カウ。だって牛丼にはなんないくらいから。紅生姜。ねえ。まあ、笑い飯さんとかね。笑い飯さんとか。牛女さん、あ、牛女さんっていうコンビもいませんでした？はい、います、います。いますよね。牛女フリーでやってるんですか？います、います。牛女。シラスくんですね。ホルスタインも、ホルスタインもよくその話についていたら。今、なっちゃん止まるとこなんだ。助かりましたよ。呼吸できてるじゃん。よかった、知ってる人って。牛女。牛女。フリーですか？フリーで、やってある芸人さんという。どういうコンビなんですか？
ですか。いや、僕もその名前だけ、その牛女っていうのがおるっていうのだけで。学付けと仲いいですよね。学付けと仲いい。ちょっと、その、本体の方も知らないですけど、仲いい人もわからなかったから。結局どっちも。ごめんなさい、本当に。言わんかったらよかったです。全面的に僕のせいです。すいませんでした。相変わらずストッパーうなぎ。すいません、本当速報の件も謝ってほしいよ。和牛日で語ろうかなと思ったら速報でね、入ってきましたもんね。本体のあり方になっちゃったから。すいません、なんか本当に。はい。そんなつもりはなかったです、本当に。まあまあ、ごめんなさいけどね。なんか二人痩せたなと思ったんですよ、今日会った時に。うん。すごい痩せましたよ。ね、うん、そんなの銀シャリが怠慢になったみたいな感じ言わんでくださいよ。怠慢になったみたいな感じで。ジャスミン前みたいな。そんなの言ってない。ジャスミン前みたいな。怠慢になったみたいな言ってない。細長くなった。細長くなった。カレーに合いますね。じゃないんですよ。やめてくださいよ。後で送信しますって。痩せただけに送信。送信。何なんですか、それ。いや、ちょっと宣材写真撮ろうって。あまりの違いすぎるって言って。前の顔がね、違う違うじゃん。そんな10年前ぐらい撮った宣材写真だったんで。で、撮ろうって言って、どうせ撮るんだったらちょっとシュッとしようかみたいな。どうせシュッとしてる方がいいんでしょみたいな。なんか、その、テレビ界のアンチテレビですね。はい。はい。結局、シュッとしてないとやっぱテレビ出れないじゃないですか。ルッキズムでしょ、どうせルッキズムなんでしょっていう。そんな言い方なんだ。どうせね。だからもうちょっと、後でちょっとだけシュッとしてみますよっていう。あと使う使わないはまた次第です。鼻がないとかね。散々言われてるちょっと情報です、ラスト情報。シュッとしてみましょう。モテキ来るかな、モテキ。ワーキャー来るかな、これから。かっこいいね。なんか、シュッと。イケオジになったんじゃないですか。本当ですか。ちょっとお痩せになって、二人とも。ありがたいです。何で痩せたの？僕は、ジムっていうか、トレーニング、ちゃんと。ちゃんとやったんだ。食事も自分で栄養を考えて。はい。楽しくなってきて、なんか。うん。なんか、攻略ゲームみたいな感じでなってきて、これ食べてこれ食べたら体がこうか、みたいな。なんか、勉強するの楽しくなってきて。結構じゃあ、夢中になってやったんだ。まあ楽しかったさ。何キロやったん？結局7キロですね。2ヶ月半で7キロ。すごいね。でもそんな、極度の食事制限とか、なんかちゃんと朝食べてとか、自分で野菜料理してとかの感じでした。はい。お酒はちょっとあんまり飲まないように。控えてましたけど、でも飲んでました、別に。はい。あ、そうなんだ。だから結構、ちゃんと痩せるもんだなっていう。これ橋本が痩せるって言ったんで、じゃあ僕も。いや、めちゃ痩せたよね。はい、乗っかろうと思います。あ、そう、橋本が先なんだ。そうです。で、宣材写真、まあ、二人とも細い方がいいじゃないですか。で、橋本トレーニングしてるんで、僕、トレーニングじゃない方法でやろうと思って。催眠術と、ごま行で、痩せました。メンタルダイエットで。催眠術はなんか何の催眠をかけられる？ご飯をちょっとだけまずくしてくださいっていう催眠をかけてくださいって言ったんですけど、ちょっとそれわかんないんで、一粒を噛んだら大きくしますねっていう催眠で、少量で、お腹いっぱいになるみたいな。そんな本当なんのまん？本物になりました。はい。信じに行きましたから、やっぱり。こっちも寄せに行く。こっちももう信じるんだって。催眠術もう寄せに行くことができる。寄せに行くっていうことで成功しました。すごい技術。これ怪しいっすよ。催眠術こっちが協力するって何すか？協力しに行ったんで、もう。はい。ほんまにそう思ってくるんですよ。協力しに行ったら。その催眠術の先生はもう結構有名な方です。もう大阪の催眠術師の方です。あ、そうなんだ。え、それ本当に解けないまま。いや、もう1ヶ月で、攻略が切れますけどっていう感じですけど。1ヶ月で切れるの？はい。一ヶ月も続くんだよ。続きました。ほんまにご飯しちゃう。特魔を、特なんか催眠をしなくていいのね。いやもう自然と切れる催眠にしときました。ロキソニンみたいな感じだよ。効力は。自然と。自然と切れてるんだ。徐々に1ヶ月っていうのがなんか何とも言えない。まあ平均値みたいなことなのかな。はい。多分そういうのもあるんでしょうね。催眠術のこのジャンルとして。はい。でもなんか、いや、これ俺怪しいなと思ってるんですけど、なんかごま行もなんか、そう、炎の中でなんか。ああ、本当にやった。願い事を木の札に書いて、それを燃やす。まあ、煩悩を燃やすみたいな。広島の選手とかやってるやつ。あ、そうそうそう。広島カップで。まさにあれです。あれで願い事を書くんですよ。痩せたいって僕書いて。で、汗だくになりながら、お坊さんもやってくれるんだね。そうそうそう。1時間。朝5時半からです。ええ。で、その住職の方が1時間暑い中、その、なんていうんですか、その、祈祷じゃないですけど、やって、お経を全部読んでくれる。くれた、あの1時間の汗だくの映像で申し訳ないと思って痩せたって言ってました。基本だから、催眠術とかじゃなくて、そういうもんやってもらった。住職の方の1時間を無駄に、無駄にする、やっぱ気力がないっていうことで、あの顔が浮かぶで痩せたって言ってた。
裏切れないっすよ、ね、裏切れない。怪しいっすね。催眠術師も、うん、住職もやっぱ裏切れないんで。上で、上で。上代で。上代で。上代で。催眠術の一人も任せるわけで。上代で。商売上がったりするわけにいかんっていうことか。上代へと。結局気力やん、それも。でも1ヶ月で 6.5 やつが増えた。すごいな。上だけで。二人ともそんな痩せたの上だけで。向こうは好きです。そんなに思ってないよね、だ向こうは、ね。そうですね。でもあんだけやってくれたっていう、このなんか、ありますね。向こうも仕事だからね。一応 YouTube で、銀シャの YouTube で流してるんですけど、うん、あの、その、催眠術師の、うん、その、回が一番再生回数少ない。全部よ全部の YouTube です、僕らの。ダントツですね。何年も前から大規模な企画。大規模で4000ぐらいしか回ってなくて。全部の、僕らも何年、5年ぐらいやってるんですよ、YouTube。その中で一番回ってないんですよ。4.5 キロ痩せて。やっぱちょけたって思われたんですかね。はい、こんだけちゃんと痩せて意味がわかんないです。再生回数低いのが。ねえ。はい。ちゃんと痩せてます。なんか、良さが出てなかったんだ、ね。出てなかったですね。ふざけるなって思われたんですよ。こいつ何やねんみたいな感じで。YouTube 見る人にもふざけるのいい加減しろって言う。でもまあ成功しましたから、やっぱ、どんな方法で。いやね。はい。で、もうかっこいい潜在写真も撮れる。撮って、はい。もう今後多分どっかで出てくると思います。あの、かまいたちみたい、それこそ。かまいたちもそうですね。山内くんも痩せたよね。そうですね。で、潜在変えて。潜在変えてね。出てったから。そうですね。だから、やっぱ、濱家とかでもやっぱちょっとシュッとすることがやっぱ東京ではって言ってたんで、かまいたちみたい言ってた。大阪の人はもう、ちょっとやっぱシュッとしなきゃいけない。大阪はやっぱり、面白かったら認めてくれるんですよ。東京はやっぱもうルッキズムなんだよ。いけつないです、東京なんで。ド派があるとか、かっこいい方がいいです。野球友野さん一生東京出てこれんの。どういうことですか。ちょ、いかにしようか。どういうことなんですか。やめてくださいよ。全然いろいろダメだよ、それ。どういうことですか。今一番脆い体型だろ、二人とも。確かに。勝てないだろ、体型に。紅生姜今一番脆い体型だろ。二人ともだからね、紅生姜もね。面白いけどね。紅生姜も、すごい面白い。いや、もうすごい、マンパワーがすごいですから、マンパワーですね、やっぱりね。はい、人のポテンシャルがまあすごすぎますね。すごいよね。まあ、今年も M1 が。あ、そうですね。ね、はい、もうすぐ M1 ですよ。ありますけど、審査員とかやらないの？いや、ないですよ。ないです、ないです、ないです。だって、志らく師匠が抜けてさ、話来てんじゃないのこれ。言えないのそういうの。いやいや。休みです。仮押さえが4つぐらい、カリ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 っつって。地元でもうベーコンがぐらい、カリ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 。すげえカリで。カリカリ。寄せ、寄せ、カリ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 。焦げてましたよ、もう。全部のカリがバレてる。12月24日 ?24日。カリ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 っつって。そんな続くカリが。すごい、もうなかなか取れへん、シールの角ぐらい。カリ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 やられて。あの、マネージャーから、それでちょっと、つって、あ、なんですか、いや、今年、M 仕事なさそうです。本当ですかつって。だから僕、逆に言うと、全部見れるんで。そっか。その、チャンピオンだけど、家に一人で見る。そういう時って、どこで見るとか、誰と見るとかあんの？でも、いつも、もう M 始まってから、丸一日 M1 の日休みってはなかったんで。何かしらやっぱ入ってたんだ。はい、橋岡さんの MC とか。そうだよね。M1 仕事がない時はたまたま広島で単独やったりとかしてたんで。ああ、なるほど。M1 あってゆっくり敗者復活から家で見れるってもないので。うん。ちょっとゆっくり。じゃあお互い今年は休みになる予定なのなると思います。はい。で、前回、去年は、たまたまその M1 仕事入る前に、地方の僕ら単独ライブを、まあ、マネージャーこう入れてしまって。広島単独って今、お伝えした。ああ、そうか。広島単独。お伝えしたってほやほやごめんなさい。なんか地方をなんかぼやかしました。広島と水飲んで。ああ、もう、別に終わりました。うん。私は初めて。CM 交通情報で行きました。はい。この後も、銀シャリお付き合いいただきました。途中でしたよ。はい。ということで、今日ゲスト、銀シャリのお二人を迎えしております。メール、すごい届いてる。ねえ。ありがとうございます。異次元の豚バラさん。あ、よく。あ、来てる？はい。文鎮師匠の影響で、セスナの運転免許を取ることにしたうなぎさん。あ、来年から。来年セスナの。はい。調布で取ろうかなと思ってます。セスナの教習所に行きます。気をつけてよ。はい。でも免許取るのは600万で、もうでもまあ、最短で1年って言ってたんで、通い詰めて、まあ3年、4年ぐらいかかると思うんですけど、ちょっと営業をセスナで行ってみたいっていう夢があります。いやいや、止めるとこない。めっちゃおもろいじゃんか、それ。自家用車みたいな。スーツだけ持って、セスナで。
運転して。結局、なんかすごい時間かかるよね、多分。止める場所がないからね。そうですね。文人賞に乗せていただいて、それの影響でっていうか、もう2回ぐらい。2回ぐらい。文人賞、文人賞。持ってはる。自家用機持ってはるんですよ。八尾空港から、はい、愛媛行ったりとか。大阪に。ちゃんと自分で本当に。ちゃんと登録して、はい、その事前にか、なんか、管制塔とかと英語で喋って。英語でやり取りしてっていう。すげえ。乗せてもらって、すっごい気持ちいいんですよ、本当に。セスナね、はい。気持ちいいんだ。で、昔から夢で、飛行機のパイロットになりたいっていうのもありまして。なるほど。なりたいんだ。なりたいです。海外で、乗れるとこあるよね。あ、ありますあります。うん、でもう一回それで旅行で。運転したんですか、運転したんだよ。気持ちいいでしょ。気持ちいい。あれでも、やっぱ怖かった。なんかやっぱ、はい、結構適当だったから、そのコックピットのなんか写真をまず見せられて、あ、こっからこっちはもう使わないです、大丈夫です、とかっていう感じで。これがみたいな。これがなんかここまで行ったらちょっと危ないんで、そういう言ってくださいとか、なんかそんな感じ。これ本当にふざけたら危ないっていう、その、1年かかるんだね。やっぱりちょっと日本でちゃんと免許取るにはね。はい、そうだよね。600万かかるの。はい、師匠とセスナ乗ってる時も、師匠が、管制塔と英語で喋ってる時に、師匠、これって、このボタンって、いや、今喋ってるからって。いや、大事。管制塔から、今、どのルート行くからの、はい、ちゃんとした連絡なんで、ちょっとね、今、使うんですよ、管制塔との僕の会話がなんか。いや、それ向こう優先でしょ、絶対。同じタイミングで文人賞に話してるんで、何回もかかって。あと文人賞、携帯持たれてないので、うんうん、待ち合わせがとりあえず、八尾空港って言われて。10時に八尾空港って。10時に八尾空港って言われて。会えるんかどうか。どこに行ったんだ。ざっくりすぎる。でかいね、空港。パイロットになる、なりたい人ってさ、このちっちゃい空間に入るのが好きって。ああ。なんかそうっすね。だから他も、なんだろう、こう、駅の切符切る人になりたいとかさ、そういう、なんか人がいたんで、俺の友達で。あ、そうなんですか。狭いところに行きたい。狭いところでなんかやるの。すっぽり入りたい。すっぽり入りたいのが好きなの。それなんか、バンダイさんの。いや、そうじゃないです。もうやっぱ、300メーターぐらいを飛んでる風景が好きです。ああ、まあ、そう、空が好きなんだよね。で、上で一服したいんですよ。一服できるらしいんですよ。本当空の上で一服したい。空の上で一服したいです。これがもう夢で。一番のうなぎ登りですよね、空に。うまいこと言うね、また。出たよ。ならないよ。でも、ほんまにそうです。ほんとに。これは、そう。みんな考えちゃう。10回、総10。あ、総10。総10。何言ってるんですか、ずっと。何さんの登場ですって言ったら、登場してる方でね。登場で。乗ってる方かいってね。何言ってんの、ずっと。止まんねん、これも話。いやいや、止めて、散々止めてきた側が何言ってんねん。広島の話終わってんからな、もうお前。お前のせいで交渉しよう。話もしたい。毎回あれさ、そこで墜落するんですから。やめてください、もう。やめてください、ほんとに。漫才師はでも滑走したら滑るのダメですから。そうですね。滑走して。つけていただいて。けれども。切ない世の中ですね。切ない世の中。気丈に振る舞ってる方ですよ。気丈。気丈して。もうやめましょう、この話。あ、もう、もう、お前言う。いや、貸しや。よかった。もう味関係ないです、今。今の話。はい。さあ、じゃあコーナー行きましょうか。今日のスポットナイツということで、今なんかハマっていることとか、なんかありますかね。うん。大根です。え？大根？これほんまにふざけてるとかね、大根。大根。大根してるのが演技。大根。演技、俺の大根演技。じゃなくて。大根役者をいじってる。どまじりにしてないです。あれさんの演技は知ってますよ。知ってますよ。僕はもううまい、うまいと思いますよ、やっぱ。AI みたいな。YouTube とかでもほんまに AI に喋らせてる YouTube あるじゃないですか。AI あるよね。感情ないから。そうそうそう。VTuber じゃないから俺。まだ水を飲むことを覚えたばかりの AI の映像とかね。そういうのあるけどね。大根の D なの今日は。いや違う、大根の D じゃない。それに、あるけど。D のシャツ。なんで大根の大根ってめっちゃすごないですか俺。いや、ほんでね、なんか大根って結構、最近見たんですけど、まあそれ諸説あると思うんですけど、なんか結構デトックスというかね。お酒飲む人にも、体に。まあ健康にいいよね。はい。で、今日も、大根おろししてきたんですよ。うん。で、蕎麦、おろし蕎麦とか大好き。めちゃくちゃうまくないですか？うまいよ、あれ。で、まずおでんで一番のエースって大根じゃないですか。ほんで、浅漬けも、ナス、キュウリうまいですけど、大根うまいじゃないですか。間違いない。大根って、とんで安いんですよ。確かに。何よりも。何よりも。大根、軽視しすぎてないかって。で、すごいよな、単体で食べたらそんなうまないやん。何かと合わせた時に。
すごい、いや、じゃあおでんフォローしてんのか。いや、だから、その煮込んだり、あ、しま、だし、しまーすってじゃないですか。大根単体じゃ、そんなボリボリやし。まあ、それは野菜もそうだ。でも野菜スティックも大根美味しい。でも、なんかつけるじゃないか、ディップに。それもダメ。どこ食べる？だから、大根単体でそんな美味しくない。単体は、単体で美味しいもんなんかないだろ、世の中に。それフルーツだけやん。豚そのまま食べないでしょ？ほんまや。かじらないでしょ？茹でたもん、卵も塩かけるし、茹で、焼きね、目玉焼きも醤油かけるやん。味がないじゃん、普通はね。ほんまや。でも野菜は全然いけるじゃないですか、普通の。だって、レタス。トマトとか。トマトとかは美味しいじゃないですか。塩かけたらうまい、ちょっとだけ。いやけど、塩なくてもまだいけるよ。トマトはその逆に、あんまり他にね、はい、煮込んだりはするんだろうけれども、はい、おでんとか大根、大根とか大根のすごいのは、うん、あのおろした時にあんなに辛くなるっていうそうなんですよ。いや、それがすごいよね。そうですね。あんなに甘みがあるのにね、あの形態によって全然味が違うっていうのはすごいなと思う。で、ね、その魚ホッケとかの横にも山盛りいるやん。絶対すぐなくなるし、あの醤油がなんかもっとあったっていいよね。そうなんですよ。で、あの、ジャコと合わせた時の。ああ、破壊力。しらすと大根、朝飯にあって、で、体にめちゃくちゃ。わかるわかる。酒飲みの最高の食材。軽視してるかもしれない。そうなんすよ。昨日おでん、やっぱり大根、一人で2個ぐらい、やっぱり食べちゃったもんね。いっちゃってますよ、ね。一人1個なのに。はい。一人ルールであればね、二個ぐらい食べちゃった。闇大根。闇大根。もう一個いっちゃ闇石みたいな。すごいことだ、ね、大根二個ま、ね、闇大根。ね、卵もすごくない？卵。卵もすごい。卵もすごくない？卵、卵がすごい。卵すごい。卵めちゃくちゃ好きなんですよ。おでんの話。生で、大根バーサス卵だよ、今。もう 100% 卵です。卵はもう僕生で8つぐらい飲み込むやつなんですよ。そんなわけないだろ。昔の筋肉みたいな。そうですね。ほんまに。あれすごいです、本当に。ドローっとした、あの、黄身の喉を伝う、喉で一回潰すんですよ。これ、皆さん知らないでしょ。こいつだから、カレー頼むときもテイクアウトとかで、卵2個。卵2個を別で注文するんですよ。で、一つ目を、それだけグンって飲むんですよ。飲むの？飲むんですけど、喉で、黄身を潰すんですよ、ね。いや、マジで。喉をキュッて締めて、喉で黄身を潰したら、ドローってしたのが、喉を伝うんですよ。これが、シャレなんがうまいです。喉もシャレなんがうまいです。うまいです。どこで、どこで味わう？どこで味わう？味覚を感じた舌ですからね。喉です。だって舌で味わう。舌で味わうよ。喉がうまいです。うまいって言わないだろ。だから、最悪別にベロなくたっていいんでしょ？ベロなくたっていい。味わってないじゃん。喉越し。味じゃないやん。ベロなくたっていいんだ。伝う感覚あるんすよ。あ、君が落ちてってるっていう、この。そんなわけないじゃん。味じゃないもん。喉にないじゃん。そう、味じゃないもん、それ。そう。味じゃないじゃん。感じるんすよ。噛んで味わうんじゃない。あの、ね、ちょっと、半熟言われたやつはプシャって、君潰して口の中で、とろみが広がる、まろやかになるやつわかんねえ。どこだったっけ？喉で感じる。喉で潰す。喉を締めるんですよ。これ。喉を締める。あのね、ちょっと締めるんですよ。どうされてんの？ノリオ師匠、ノリオ師匠。ノリオ師匠。喉を締める？喉を締める。ほんまに、その時に言われるんですよ。割れる喉で。うなぎの話してんの本当の。何すか本当のうなぎの話。ヘビとかヘビとかの話よな。ダイジャとかの。丸飲みでしょ。ダイジャとかの。サバの丸飲みとかのやつだね、それ。本当だ。でも、締めれないじゃないですか、あの、ヘビとか。大根は喉でいけない？大根喉で。喉でいいんだよ、大根って。でも、喉ではいけないです、やっぱ大根。ギュッと絞るっていうか、喉で。喉で。絞るの割れないでしょ。喉で下ろせばいい。喉を下ろす。喉を下ろす。喉下ろしできないし。大根か。大根。喉ピリピリするなって。うまいんだよ。辛味大根でいいかもしれない。これほんともうおすすめだ。卵の食い方。今日何なんですか？もう、お別れの時間。お別れの時間。お別れの時間。喉で君を潰す謎の。えぐい時間でした。あら、お前。君が悪いですよ。君が悪い。いいね。うって。うって。卵うって。早い早い早い。じゃあそれではちゃくちゃお知らせをお願いします。お知らせはい、M1 前夜祭が23日、はい、
19時開演。24日の前の日に、M1 前夜祭っていうイベントが。チャンピオンばっか出るみたいな。絶対チケット売れてると思うんだけど。吉本芸人以外も出てる。ウエストランドとかも多分出てる。新宿住友ビル三角広場で、配信ありでございます。チケットでも発売中って書いてます。あ、じゃない。すいません。もうなくなったっぽいです。配信のチケットはあるという。配信が見れると思う。はい。もしよろしければちょっと検索してお願いします。はい。あと、日本放送で、ポッドキャストの銀シャリのおとぎ話、やってますで、橋本さんが、橋本直人、鈴木まみこの、クロスポット、銀シャリのおつなぐレディオあるんで。急におじいちゃん。いろいろとやってますんで、皆さんよかったら、聞いてください。ダメですよ。ちゃんと読んでください。鈴木奈美さんで言うと。まゆこ、まみこさん。海ってなんて読めたかごめん。鈴木まみこさん。あ、まみこさん、すみません。クロスポット。銀シャリのつなぐレディオもありますね。面白い。明日辞めるパーソナリティ。長年やってて、明日辞める。ということで、銀シャリのお二人でした。ありがとうございました。